シールド選ぶ基準って何ですか？花風呂今日も始まるよ。3日ファイヤー楽しんです。私はここ数年ずっとこれを使っています。ヌードケーブルです。まあ知らない人がほとんどですよね。これは知り合いのおっちゃんが作っているケーブルなんですけど、まあめちゃくちゃ好きなんですよね。絶大なる信頼を置いていて、スピーカーケーブルも電源もパッチもオーディオ用のスピーカーも全てヌードケーブルを使っています。ヌード神です。読んで字のごとく、そのままの音、装飾のない音というコンセプトのシールドなんですが、確かに裸のままの音が出るって感覚で使っています。逆に音がごまかせないので下手なのがマジでバレるっていうデメリットもあるんですけど、ステージの上では私裸ですし、シンプルで飾り気のないこのコンセプトになんか強くシンパシーを感じるっていうのもあるんですよね。ニコタッチザウォールのみっちゃんやチーナンドロケッツのあやかさんも使ってるイメージがあって、さっきエルデの高田メダル先輩のツイートでも見かけました。 NHK 等の放送協会でも使えているそうです。はい、ヌードケーブルの宣伝になっちゃうんで本題はこっからです。今回は知り合いの菊谷ミュージックの方から、あのモンスターケーブルが3年ぶりに国内流通が始まったということで、1本レンタルでお借りしてきたので、この機会に今回はシールドについて理解を深めていきたいと思います。ケーブルは20代の頃、当時めちゃくちゃコピーをしていた東京事変の亀田誠治さんが使っているという記事をベーマガで見てメインで使っていました。その名の通り太くて力強い音が作れるって印象だったんですけれども、相変わらずのクオリティですね。皆さんはどう感じましたか？こっからは私タナシンからの提案なんですけれども、シールドを選ぶ基準って何ですか？これはシールドに限らずですけど、まあ、いろんな製品がある中で何をチョイスすべきなのかっていうのってぶっちゃけわかんなくないですか？先日タナブロではおなじみのバンアパの原さんにシールドについてありがたいお話を伺ってきたので、その動画を見ていただき一緒に考えていけたらと思います。シールドって何使ってるんですか？原さん、自作シールドしか使ってないですね。ローディーが作るから組み合わせは毎回違かったりするけど、今回これ作ってみようとか、そんな感じだね。それは原さんがこれとこれ使ってちょっと作ってみてみたいな感じってことですかね、うん、だしあっちからも提示してくるよね。それは市販とその自分自作の違いってどういうとこなんですか？ない、これは俺が分かってないだけかもしれないね。だから音に差はあるのかもしれないけど、じゃあ例えばこれはあんま肺抜け良くないなっつったら、そういうセッティングに単純に俺が変えるだろうし、肺がちょっときつく出すぎるなって思ったらアンプの位置変えたりするし、シールドだけじゃ決まんないから。ってなると、そのシールドの存在意義みたいなのって、例えば1000円のカナレからすごいハイエンドの高いやつもあるじゃないですか。そこのなんか使い分けとかってどういう？それは全部エフェクターなんだよね。どこで音が痩せるかとか、うん、何が全てなのかっていうと、シールドが別に全てじゃないよね。一番大事なのはピックアップでもないし、最後になって自分の耳まで届く距離があって鼓膜の震え方が一番大事なの。だからシールドを変えると音が良くなるとかではないじゃん。その一つの要素としてシールドがあるっていうだけだから、そこだけに着目してもじゃあいい音が得られるのかっていうと、それは違うんじゃないか。俺が言ういいシールドっていうのは、断線しづらくて取り回しやすいものだよね。このシールド音がいいんだよって言ってる割には、お前思いっきり真空管アンプでクリップして鳴らしちゃってんじゃんってなったらさ、いい音で入ってきてるものをアンプで劣化させてんだからさ。言ったらハイエンドオーディオとかのフェチからしてみたら、全然逆行した世界なの。ハイエンドオーディオっていうのはさ、いい音のまんま大きくするっていうのが大事なの。いい音にする
ことじゃないんだよね。オーディオの概念って悪い音は悪い音のまんまそのまま大きくするっていうのがハイエンドオーディオの考え方でしょ。じゃなくて俺たちのやってるものは劣化して劣化してっていう先の音がどんだけ心地いいのかっていうところじゃん。ハイエンドの思想で考えた時にどんだけテーブルの中の純動率を高められるかになってくるわけでしょ。 99.8% のものと99.9% のもので音どころか値段が全然違う。そこで得られるものっていうのはアンプリファイドビーツだよね。純粋に音を上げられる率が変わってくると思う。脚色のない音量を上げっていうことができるようになってくるとは思うけど、俺たちのいる世界ってそこじゃないじゃん。そこを求めるには意味があるけど、うん、バンドは違いますよね。そう、バンドは耳で聞いた時にいかに勝手に心地いいか、これ気持ち悪い音してて気持ちいいよねっていう世界でもありなんだもん。バンド音質がいいねってところを目指してないの。はなかその時にどんなシールド使ったらいいですかっていうのはない。そのシールドに見合ったセッティングに他が変わってくるから、だから自分がこうしたいって音につながってくればいいですよね、うん、そう、それが商品だろ、俺らは。だから別に変なもの使わなくたっていいけど、うん、まあシールドなんつうのは俺たちにとって純動率とかも関係ねえし、うん、もっと言ったらシールドってどうやってできてるかっていうと、そのジャックをハンダで止めてるんだろ、導線と。そのハンダがどんだけ亜鉛入ってるのとか鉛入ってるのとかさ、そういうのでも音は変わってくるわけです。そうなんですよ。でもその原さんは自分で自作してるっていうのは何でもいいってわけではないってことですよね、うん、何でもいいよ。それが俺の時代の音になる。まあでもその中で丈夫で取り回しがあったら物としていいよねってことですね。そうだね。これはまた哲学的になるかもね。いや例えばマイクどこに立ててっていう次元の話ってあるじゃん、レコーディングで。ありますあります。だから同じところにマイク立てたつもりでも全然違う音になったりするんじゃん。俺ってすごいカオティックなんだよ。なんでかって言ったらアンプの状態もあるし。カラーさん、うん、音楽ってオカルトだって言うじゃないですか。よく今の話につながりますか。結果今俺いい音で撮りたいと思うよ、もちろん。だけどそれよりも結局今を切り取るっていう方向になってきた感じだね。今俺たちが所有してるマイクがこういう状態で、そしたらこういう音になったっていうものをそのまま記録することが俺の人生のアーカイブにとってすごく貴重なものになることだ。それはだからレコーディングのやり方も含めてですね、うん、そうだね。その音作りにすごい時間をかけるというのはものすごいビジョンがあるときは、うん、もちろんそうするべきだと思うんだけどね、うん、今の切り取りになるんで最上を尽くしてれば。でも最上を尽くす姿勢は絶対大事ですよね、うん、それは今こういう感じでやってみようっていうものが最上なんだ、うん、そうっすよね。じゃあ XTC みたいな音にしようってなったりしたって、うん、XTC が使ってた機材なんかねえんだよ俺のスタジオには。そこに近づけるより結局俺らが持ってる今のものっていうのを鳴らした方がいいんですよ。そうなった時に、うん、XTC なんか忘れられた時にバンドアパートの音っていうのが出来上がるんじゃない、うん、あるものを使えということなんですが、私タナシン的にはその時自分がグッとくるもの、ピンとくるものが良いと思ってます。見た目でもいいし、好きなアーティストが使ってるでもいいし、丈夫で絶対に断線しないでもいいし、いろんなシールドを自分が使うシーンで試してみて、結果たどり着いた先のマイシールド、とても愛着が出てきます。もっちゃんにかじられちゃったんですけどね。もっちゃん、自分の好きな機材を使っているとそれが自分の音につながっていくと感じます。今日紹介したヌードケーブルもモンスターケーブルもめっちゃ素敵なケーブルなんで一度体感してみてください。この夏はリズム向上企画上級編やイケてる洋楽を紹介するシリーズ企画が始まる予定です。音楽好きな方へ有益で私が面白いと思う情報をどんどん伝えていきたいと思っています。このチャンネルの雰囲気やコンセプトが好きな人は登録、いいね、コメントでアクションもらえたら良きグループが生まれていくはずです。好きを共有して広げていけたらとっても嬉しいです。どうかご協力よろしくお願いいたします。ということで次の動画でお会いいたしましょう。またね。ファイヤー、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。